グロウラーは、アメリカ海軍の潜水艦。グレイバック級潜水艦の2番艦。艦名は、大口バスにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦4番艦以来4隻目。グロウラーは1955年2月15日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1958年4月5日に、 ロバート・ケイバイアーツ夫人によって、命名、浸水し、1958年8月30日に、艦長チャールズ・プリースト・ジュニア中佐の指揮下収益する。東海岸での訓練演習後、グローラーは南へ向けて、成長巡航に、出航、1959年2月19日に、プエルトリコのルーズベルト・ローズ海軍基地に到着する。 ポーツマスに短期間戻った後、3月にカリブ海でレギュラスミサイルの発射訓練を行う。グロウラーはフロリダ州、フォートラウンデール及びコネチカット州、ニューロンドンを経由して4月19日にポーツマスに帰還した。その後、グロウラーはバージニア州ノーフォーク、フロリダ州キーウェスト、パナマ運河を経由して太平洋に向かい、9月7日に真珠湾に到着。 第12潜水艦隊の機関となる。新珠湾では、様々な戦闘訓練及び水雷訓練に参加し、同様に、ミサイル発射訓練を行った後、最初の戦略抑止紹介に出向した。この任務は1960年3月12日から5月17日まで行われ、グローラーは、核弾頭を装備した、レギュラスミサイルを満載し、秘密裏に行動した。 彼らの紹介は2ヶ月以上に延長されることもあり、昼夜通して先行することを要求された。最初は原子力弾道ミサイル潜水艦と比較して困難なものとはみなされなかったが、はるかに小型の通常動力潜水艦の乗組員にとっては負担となった。元日の日誌が0時に、陰文で記されるのは海軍における伝統であったが、 グロウラーの第2の紹介期間中であった1961年1月1日、ブルースフェルト中尉は日誌に、not our idea of fun and good cheers, but doing our j o b to e n s u r e many new years, とのように記した。1960年5月から1963年12月まで、グロウラーは9度の紹介任務を完了した。そのうちの、第4回目は、 日本の横須賀海軍施設で1962年4月24日に完了し、海軍はその最新兵器を展示した。グローラーはカリフォルニア州メアイランドへ帰還し1964年5月25日に退役予備役状態に置かれる。ワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍。 造船所、予備役鑑定保管施設に移動され、1980年8月1日に、除籍された。グロウラーは、標的艦として、海没処分される予定であったが、1988年8月8日に、会員議会は、グロウラーを、ザカリー・フィッシャーに与えることを議決した。グロウラーは、ブルックリンに牽引され、イントレピッド海上航空宇宙博物館で、 展示するための修理が行われた。しかしながら、錆びついた船体で発見された穴は問題を複雑にし、その修理費用は100万ドルに上った。博物館は2008年の秋に再開。現在は、左限のレギュラースミサイルを展開した状態で展示、公開されている。ありがとうございます。